はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ4時ですね。8月はですね、8日日曜日でございまして、今日は日曜日なんでマーケット開いておりません、ですね、明日がどうなるのかっていうのは結構ドキドキなんですけどね。日経平均系は何も空いていないんですよね、日曜日なんで。ドル円はですね、私が見てるのはサンデーというのが空いてまして、 146.60 とあんまり変わりがないんですね、動きがないんです。香港ハンセンのサンデーって空いてるんですけど、このままマイナス110と、まあ、これもほぼ動きなしですね。でですね、ドイツやですね、アメリカの時間外はあるんですけど、まあ、ちょい下げぐらいで、まあ、動きなしですね。でビットコインがなんかやけに下がってますよ、日本円は。で893万円なんですけど、これドルだとですね、そんなに下がっていないんですよ。なんでですね、ようわからんという感じなんですけども、ブルームバーグのですね、これは2日ですね、あの下げた日ですね、の8時、夜の20時53分ですね、大暴落に見舞われた日本株市場、2日間の下落率は2011年の大震災以来ということで、ヘッドラインを2つ読みますと、トピックスは1、2日の両日で 9.2% 下落、利上げ景気に売り圧力と。マクロ系ヘッジファンドや CTA の巻き戻しも記録的下落を助長と。まあ、ようわかりません、これ何言ってるのか、私は。日銀がね、0.25 の利上げを発表したのは31日なんですね。で、31日のお昼に発表して、3時半から上田さんが会見してですね、なんかわけわからんこと言ってました。わけわからんこと言ってました。あの人最近ね、変ですよ。なんというか、こうわけわからんこと言ってますよ、理屈に合うこと。あんた経済学者ちゃうのと思うんですけど、まあ、経済学者だからって理屈に合うことを言うとは限りませんけどね。なんかこう言い訳みたいなことをいっぱい言うてんなという感じがしますけど、まあ、それは置いといてですね、あの時に重要なのは、まだこの後利上げすんでみたいなことをほのめかしたんですね、あの31日の。そうしたら1日はなんか妙な動きで、でも最後はちょっと下げたわけですよ。ほんで2日の日が2000円超の暴落なんですよ。あ、1日も下げたか、結構、結構下げましたね。でもなんというかですね、ちょっとようわからんなという感じですね。で、明日からどうなるのかということですけどもですね、いや、それはわかりませんよ。わかりませんけどもですね、下げが続くようであればですね、ちょっとやばいんちゃうかという気がします。時間外は1000円以上下げてましたからね。で、明日はですね、もちろんですけど、東京が一番早く開くんですね、世界で。世界の主要市場で東京が一番早く開きます。で、ですね、あの引き続き下げるのかというと、私は多分止まるとは思うんですよね。なぜかというとですね、日本経済そこまで悪くはなっていないんですよ。じわっと悪いですよ。でね、気になるのはですね、今週あたりどこかでですね、4、6月期の GDP の速報が出るはずなんですよ。いつ出るんでしょうね。まあ多分どっか8日ぐらいに出るんちゃうかなと思うんですけど、大体いつもその頃、まあ、あるいはもしかしたら来週かもわかりませんけど、来週もお盆でしょ。まあいいですけど、多分マイナスなんです。ただね、マイナスでも僕は当たり前だと思ってるんですよ。まず人口が86万も減ってるわけでしょ。だからですね、マイナス基調でも当たり前で、なぜ人々の所得で増えてませんからね。賃金上がったとかって言うてますけど、一部の話であってですね、で、皆さん非常にこう消費については保守的になってるんで、あんまり使っていないはずなんですね。なんで、わずかなマイナス、もしくはゼロかですね、プラスでも非常にこう微妙なプラスではないかなと思うんですけど、そうなるとですね、市場の空気はよろしくないですよね、やっぱりね。で、
日本経済あかんのちゃうかみたいな話になって、で気になるのはアメリカ経済があかんやんって、まあ、それが原因でですね2日の日はガンと下がったんですけども、アメリカ経済がね悪くなると今世界で景気がいいとこがなくなるんですよ。どこやろっていうかね、シンガポールも最近そんなに良くないですからね。まあ、シンガポールなんて、まあ、市場も小さいし影響力少ないんですけど、もうとなるとですね、世界同時不況化ということになってくるわけですけども、まあ、それを見越して下がる可能性はあるんですけど、単体だけ見たらね、日本の単体だけ見たらそう悪くはないはずなんですよ。じわっと悪いんですけどね。でもまあ株式市場ってムードで動きますからね。まあ、35,909 でしょう。明日もまた1000円ぐらい下がってもですね、不思議はないんですけど、そろそろ止まるんちゃうんでしょうかね。実力的には別に36,000〜37,000ぐらいでうにゃうにゃしてても別にええんちゃうのという感じはします。で日本企業のファンダメンタルズですね、いわゆるあれですね、成績といいますか、売上等はですねそんなに悪くないはずなんですよ。それはもちろんですね、円高円安というのでですね左右されている、まあ、円高は最近ですけど円安でですね、輸入系の企業の採算はですね悪くなっているとは思うんですけども、決算も出始めるんですよ、4、6月のこれから来週あたり、今週あたりピークですけども、そんな悪くないと思いますよ。4、6月期だから企業第1四半期ですか、出始めますけど、そう悪くない、悪ければもう伝わってきてるはずなんでですね、であれば止まるはずなんですよね、単体で見ると。でもまあ株式市場はルールで動きますんで、あれですけど、でね、ドル円に関しては146でしょう。僕はここはまだ円安の範囲内だと思ってるんですよ。でですね、で多分ね、上田さんね、年内もうね利上げできません多分ね、こんなにねこう株価が下がったらね、あれは利上げのせいやというふうに言われる可能性が高いで言われてるでしょ、現に。あのビビリの上田さんがね、たかだか 0.25 を上げただけでですね、こんなにですね、こんなにこう影響があるとは思っていなかったんちゃうんですか。今頃この週末なんていうか生きた心地がせえへんかったんちゃうでしょうかね。でまた明日のあれをビクビクで迎えてるんちゃう、迎えることになるんちゃうんでしょうかね。あんなビビリのおっさんが、じいさんがですね、またこれ10月の末あたりにですね、上げんでって言って、ですね、31の記者会見で言わはったように、もう一回ぐらい上げんでぐらいのことをですね、あんなおっさんができるわけないね、ほんまに。でですね、注目は9月にですね、十何日かな、FRB がですね 0.5 の利下げをできるかどうかなんです。で今アメリカってね、割といろんな話が伝ってくるでしょう。利下げするという話ですけど、反対論も出てきてきてですね、いやよう分かりませんね。でもアメリカの景気が悪いということはですね、こうはっきりしてきましたんでですね、僕は利下げすると思いますけどね。そうするとますますですね、上田さんは利上げをしにくくなるんでですね、どこかで止まるんちゃうんかなという気はします。多分それでですね、僕の守備範囲であるですね、マンション不動産市場はですね、この後ですね、多分フリーズに入るんちゃうかなという気がしますね。フリーズとは要は取引がなくなるということです。急激になくなるんちゃいますかだからもう売るのは今のうちにね、まあまあ今もうちょっと遅いっちゃ遅いんですよ。今年前半に売っとけよっていう話なんですよ。もういくつかそう言って進めましたけどね、でもほとんどの人は乗ってきませんでしたね。まだ上がると思って、上がらへんねん、もうほんまに。はい、ということでですね、このブルームバーグですね、一応読んでませんけども、このページ貼っておきましょう。大暴落に見舞われた日本株市場、2日間の下落率は2011年の大震災以来ということでございます。4時を回りました。はい、皆さんどうもありがとうございます。